い。いら。よいしょ。もう何も言えねえ。おはようございます。おはようございます。来ましたね、東京湾。東京湾。この時期ならでは。このペアでこの時期の東京湾って言ったら、はい、タチウオ。はい、てんやからやってみて、はい、で場合によっては僕ちょっとジグも持ってきてるんで、持ってきてます、はいはいはい、ジグの方もちょっとやらせてもらえたらなと思ってるんで、今日一日お願いいたします。お願いします。結構タチウオてんやとかでも、はい、このリーダーの先に太いと、はい、やっぱりつけます、ね、バイトリーダーって呼ばれるやつなんですけど、はい、もう間違いなく 100% つけます。つけます、はい、じゃないともう怖くて釣りができない。ちなみに、はい、何号つけてます？ね、僕は、はい、P から、まあ、つける部分は、はい、グランドマックス、5号を2キロまず入れて、はい、でさらにその噛まれやすい部分、はい、まあ、仕掛けから上の部分ですね、はい、60センチぐらいを、はい、このプレミアムマックスの、はい、14号、はい、または22号、うん、一番太くて22号、うん、14号はね、まあなんとなくわかるんですけど、これ22号って縛れるんですか？じゃないですか、はい、もうね、簡単に縛れる方法があるんで。5号と22号ですか？そう普通にこの、まあ電車結びと言われるやり方でやると、はいはいはい、これだけ張りがある、フロロですし、はい、さらに太くなると、はい、もう結ぶのがすごく大変じゃないですか。大変ですよ、最後締まんないですからね、はい、締まんない。でもまずまあこれ60センチぐらい、はい、切ってもらって、でこの太い方ですね、はい、8の字、うん、8の字こう、まあ簡単にね、こうクリンと1回転させて入れてもらう、はい、で、まあ、プライヤーなんかで端持ってあげて、はい、ちょっと強めにギュッと締め込んであげる、はい、でコブを作ってあげる。8の字でこうコブができたこっち側にこの細い方をこう、まあ、電車結びの要領で外掛け結びっていうんですかね、これね、3、4、5回ぐらいをやってあげて、はい、まあ、唾でちょっとしっかり濡らしてね、うん、濡らしてあげて、はい、でこのコブで止まるんですよね。はい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 、でもうこれで完成。これなら100号でも大丈夫ですよね。いやもう本当にね、何号でもできちゃう。でこの余った糸を、はい、まあ、切ってあげる、はい、そこはもう短く切っちゃって大丈夫ですか？うん、ここはもうなるべく短く僕は切っちゃいますかね。こんな感じで、ちょっと残したくなるじゃないですか。そうですねあ、でもちょっと気持ち残ってるよ、ね、こんな感じで、はい、もうコブにこうしっかりね、これはすごい、うん、引っかかってくれるんで、まあ、これで抜けない、船の上でも簡単ですか？めちゃくちゃ簡単、僕の場合ね、ユニノットっていう結び方でやってます。まあ、一回ねこう入れてもらって、でここで輪っか作ってもらって、でここにまあちょっと太いんでね、ここ3回ぐらいにして、でギュッとギュッとしてもらうと完成。ここでフィニッシュで、この余った部分はなるべく上にね、こう向けるようにして止めてます。あ、当たるぞ。お、当たった。38、うん。え、船長、棚言ってたんすか？40から上これ全然下の方だよ何、聞いてないんですか？全然聞いてなかった。餌付けやってたからだななんか言い訳してますか？なんかちっちゃいな。サイズがちっちゃいんかな。おお、あ、当たった。
当たったところで当たった場所でと、うん、シェイク入れて、やばいな、これちょっとうまくいっちゃったかもしれないちょっとうまくいっちゃったからちょっとうまくいっちゃった、見せてみて、ちょっとうまくいっちゃったかもしれない。あ、これでなんかかかりそうな、ボロボロ、ふわってふわって食い分けていくところ、やっぱり餌漬け大事だな。当たった？当たった。叩いて止めてちょっと立ったら、もうこの目の前にいるなーって時はね、ちょっと目が当たったね。まあちなみに叩いてる天野の重さがふわって消えた、ふわって軽くなったりクッて入ったりとか、まあ、叩いてる間にするんですけどね。追い食いあんましないパターンか、これ大変なやつだ。これシータローさん、ちょっとルアーに変えます。お、はい、ちょっと早くないですかなんかね、状況がこの間と似てて、なんかルアーの方が良さそうな感じ、うん、良さそうな感じですね。なんか当たってもかかんないとかね、あるじゃないですか。なんか勝手にさ、ちっちゃいって思い込んじゃってんだけどさ、うん、それの正体を吉岡君、ちょっとジグで、そうですね、捕まえてみてよ。頑張ります。あー、当たった、当たった、あ、お、あた、あ、ついてんの、あれ、軽くなる、食い上げ、あれ、お、来た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 、ポールでガツン、違った、やっぱ棚はかなり浅め、よいしょ、イエーイ、はい、なかなかかかんないやつをジグだとね、まあ、かかりが良くなるんで、どんな感じか試したら一発。この間もね、こういうおしゃ、お、お、やった、えー、きたおお、お、でかい、お、あ、でかいでかいでかい、えー、ナイスナイス、でかいよ、おー、あー、いっちゃったでかかったー、いらっしゃったよ。もうね、なんかこうひたすら、まあ、あの巻き上げスピード3でひたすら上下に、もう今これしかないなと思って、うわー、くそー、当たる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 ぞ、やばい、俺かかっ、今度はかかったよ、かかった、あああああ、またでかい、おお、いい、おい、やりました。ちょっとね、今慎太郎さんが前夜でね、いいサイズ釣ったんで、ちょっと釣り分けもできるっぽいですね。慎太郎さん、はい、何メーターぐらいだったんですか。ね、このね、2回ともね、当たりがあったのが下の棚からね、5メーター。下から5。うん、下から5メーター上。指示棚から。指示棚の棚からね。じゃあ40メーターぐらいから35とか。35とか。うん。で、その35まで来てから当たってる、当たる、あ、この船長のアナウンスがあった時がやっぱりね、当たるよ、はい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 、当たる、これやっぱりね、聞き逃しちゃダメだね、間違いない、おいしゃー、おー、すげえ、もう今日天才で、天才だし、電動リール貸してほしい微速巻きしたい、あー、取れちゃった、あ、取れちゃった、当たった、当たった、当たった、まだいる、あー、追い食いしないな、ほら、リアクションで、リアクション要素強めちゃうと、もしかしたらこのサイズになっちゃうかもしれないな。今、リアクションでね、こうピョンピョンとこうやって反応させて、今ポンって、要は動きに反応したやつを釣った感じだったんですよね。そうするとやっぱちっちゃいサイズになっちゃうんで、ちょっとね、こうなかなか口使わない賢いでっかいやつ
っていうのはこうじっくり同じぐらいのね棚でもうじっくりじっくりこう見せて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 口使うみたいなねやつの方がサイズが上がる可能性があるんで、止めもまあ入れますけど基本的にはやっぱちょっとこうシェイクしたりとかしてこうまあ動うんフラッシング横に動かしたりとかそういう動きで見せてあげる。だから完全に止めちゃうと見切っちゃうんで、触った、抑え込みもしなかったし食い上げも弱い。どうだ、あ外れた、かかっ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 た、乗った？うん、かかった。何メーターですか？お、お、叩いて叩いてたら2回ね、食い上げてきて2回目でかかった。よし、うまい。膝出た、膝な。大きくなった？ちょっと、ちょっとだけ。おお膝出しちゃいましたね。うわ、最終形、最終形の膝です。よいしょ。大きな太刀を釣るコツ、根性かな。いやいや、そんなことはない。まあ、天野使ってしっかりこう大きいサイズが出てるところで動きを最小限にした食わせ方で警戒心の強いやつを食わせていくと大きいのが出ることが多い気がします。終わったね。ありがとう船長。ドキドキした、胃が痛くなっちゃった。でかいのがね、狙うの難しいけどようやく来てくれた。もうちょっともう何も言えねえ。龍はなぜに最後巻きだったの？ちょっとずーっとこうネチネチやってたんですけど、リアクションを入れようと思ってキューって巻いたらドーン。巻きを続けてやったんじゃなくて、うん、シェイクの中で当たらないから、うん、ガガガッとやってて、うん、当たらないからギューッと。何巻きぐらい？5巻きぐらい。5巻きぐらいぐるぐるぐる。1,2,3,4,5。やった方がいいんだよ。吉岡君今やらないけど。やった方がいいんだよ。ない。あ、まあまあ、いいいいいい、いい、掴めない。よいしょ、だね。ナイスだ。今チャンスだね。チャンスチャンス。締めどころじゃねえよ。チャンスチャンス。釣りが先だ。え、終わり？もう終わり？いやいやいや。いやいやいや。吉岡君。なかなかでしたね。なかなかでしたね。なんかもうしびれる展開ではあったんですけど、まあでもちっちゃいのもいる中で、こう天野でやると大きいのも出たんで、まあ釣り分けとかもこうできるなっていうのがすごく今日は感じれる一日になったんで、はい、これからどんどん良くなっていくんで、夏立ち行きますからね。はい、今回のね、この釣りを参考にしてもらえて、はい、釣りしてもらえたら、はい、いいかなと思います。はい、じゃあ雨も降ってきたんで、帰りましょう。帰ろう。お疲れ様です。はい。